抵抗器とコンデンサによるローパスフィルタ。パッシブフィルタとは受動素子だけで構成されるフィルタ回路である。アクティブフィルタとは対照的に外部電源が必要ない。フィルタの多くは線形フィルタであるため、ほとんどのパッシブフィルタでは4つの基本的な線形素子から構成される。特殊なパッシブフィルタでは非線形素子や分布定数。 共振機などが含まれることもある。テレビ用の分配器。左がパッシブハイパスフィルター。右がパッシブローパスフィルタアンテナは中央左寄りのネジに接続する。アクティブフィルタに比べたパッシブフィルタの利点には次のようなものがある。パッシブフィルタが使われる場面としては、スピーカーのクロスオーバーネットワーク、配電網。 電源回路のバイパス、各種のディスクリート回路や自作回路などがある。集積回路の設計においてはパッシブフィルタはあまり使われない。コイルのサイズが抵抗器やコンデンサ、濃度素子と比べて極めて大きいためである。ありがとうございます。